はい、どうも皆さん、こんにちは、IFM です。集まる動物の森、ものすごく久々に撮っておりますが、内容は毎日コツコツちょっとやってみました。中をぜひご覧くださいと。しずえがね、来て、間もなかったんだけどね、前撮った時は。そうです、もう7月2日。ですね、そう、昨日起きた珍事がありましてですね、どうやらトタケケっていうちょっと読みづらいやつが来たらしいんですよ。スペシャルライブを届けてくださいますだそうです。ライブ会場に行くみたいです。ライブ会場ってどこだろうね。何にも用意してないけど。犬なんだね。眉毛濃いね。曲何も知らない。あ、暗くなっていく。暗くなってしまった。あれ、ちょっと待って、終わったの。待って、あれ、話の途中じゃないの。え、終わりなのこれ。え、突然のエンディング。そうか、知らなかったよ。なんか桜降ってる。おかしいおかしい、今冬。カタカナかひらがなしかねえ。あ、もみじ降ってきた。お、英語だ。あ、雪降ってる。今僕の島の天気じゃねえや、季節は雪なんすよ。季節雪おかしいわ、季節冬なんすよ。流れ星だ。ライブなのにみんな近すぎない？俺が思ってたのとなんかちょっと違う。終わったね。だね。音符。おお、土曜の夜にライブに来るんだ。暴走族の集会みたいだね。エンディング入ったけど、なんかまだ続いたね、ちゃんと。
何？免許。あれかな、特別教育とかああいうやつかな。ふう。でですね、前回の撮影からかなり様相が変わりまして、多分こないだ撮影した時はモミジ降ってたと思うんですよ。今一面の雪景色、ちょっとね前と全然違うもんですから、改めて島紹介しましょうかね。ちょっと変わりすぎちゃって前と比べたら、こっからちょっとすごいんですよね。ほんとつい最近なんですけど、2日3日前ぐらいかな、なんかタランチュラの島を引き当てましていっぱい取りました。ここに10匹で、こっちに1、2、3、4、5、6、7、13匹ですね。全部で23匹。でフレンドさんの島に遊びに行ったりとかしたおかげでですね、あとはまあ他のなんか旅行券使って行った島とかで果物が手に入りました。まずここにさくらんぼがねちょろっと生えてますね。殺風景だった家が結構変わりましたんで。ちなみに今の服装なんですけど、なんかタオル頭に巻いて、で全身つなぎの作業着着て、なんか安全靴みたいなの履いてますね。で玄関前には猫が2つで、招き猫1つ、カフェの看板1つ、金魚が1匹。じゃあ家の中見てみましょうか。こんな感じです。まあなんとまあ一部の人にはわかるかな、建設事務所的な感じ。マジ建設事務所というよりは現場事務所か。掃除機置いてあって、ゴミ箱置いてあって、ね、デスクあって椅子あってパソコンあって、打ち合わせ用の、まあ、テーブルないけどこういう椅子があって、なんか観葉植物あって、時計あって、ロッカーがあって、で棚がアングル棚があってみたいな感じですね。まあすごくそれっぽいとは思う。まだ何か置きたいけどちょっとまだ足りてないんで、で次奥の部屋行きますね。奥の部屋は居住スペースっすね。まあ、ちょっとまだ物雑然としてるんですけど、テレビがあってベッドがあってラブホみたいなランプがあります。左の部屋、特に方向性は決めてません。まあ、強いて言えばこの部屋音楽関係かな。音楽俺ピアノしかやったことないけど。なんと右の部屋は水場です。シャワーがあって、風呂があって、でポンプがあって、キャンドルがあって、洗濯機があって、水洗い場があって、なんとトイレがあります。2階はまだ何にも決めてないですけど、まあ、なんか今の季節冬だからこそもらえたこの壁紙とフローリング貼っつけてますね。すごい見づらいっすね。綺麗なんだけど、さっきのライブであれ終わりって思ったけど、まだ続くのねってなったから、ちょっとねストーリーどんな風になっていくのかも知らないっすけど、まあとりあえずその島をメイキングしていくのがとりあえずこの動画の方針かなって思うので、まあ、今後もね毎日コツコツやっていって、どうにか
な島づくり目指しますね。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。